せ。次はどこ行くかな。お前誰だ。影が伸びる先は過去か未来か人の心か。俺はここより先の時間から来たローグだ。ローグ、あのセイバートゥースの未来から来たっていうの。私以外にも。なんで。お前何しに来たの。扉を開くた。エクリプスのこと。エクリプスには二つの使い道がある。もう一つは攻撃用兵器エクリプスキャノン。1万のドラゴンを倒せる。じゃあ話は早えな。味方ってことじゃねえか。やった、ドラゴンを倒せるんだね。未来は救われるんですね。いいや、話は。俺は今から7年後の未来から来た。7年、生き残っている人類は1割にも満たない。今ここでドラゴンを止めなくば殺す。だから扉を開けてぶっ放すんだろ、ドーンって。しかし7年前、つまり現在、扉を開くのを。そいつのせいで扉は開かなかった。1万のドラゴンに向かい、エクリプス世界を破滅へと導く者がいた。事情を話せば邪魔なんかしないじゃん。何も殺す必要はない。大きな時の接合点では言葉で行動をす。たとえ今説得できたとしても、そいつは決まっている。運命からは逃げられない。生きる者は生き、扉を閉める者は扉を閉めるのだ。よくわからねえ言い回したな。お前だ、ルーシーハートフィリア。ルーシー、ちょっとあんた。ルーシー。ルーシーが二人だと。しっかりして。ルーシー、私扉分かってる。私はそんなこと絶対。あんたの方が過去の自分に見取られて死ぬなんて、私だって変な感じよ。もういいの。ルーシー嫌だよ。私はこの時代悲しいよ。仲間なんだよ。ギルドマーク。夏、見て。もっと冒険、未来を。扉を閉めた自覚がなかった。何が扉よ。私はそんなこと絶対しない。今はな。だが私は扉なんか閉めない。扉は閉まる。そう決め、未来の私が閉めないって言ったんだ。お前の言葉に真実などない。運命なんか焼き消してやる。未来を守って。約束する、ルーシー。でもここは夏に狙われてるんだよ。逃がすか、ジーハートフィリ。させるか。あなたも私たち。邪魔だ、まずドラグ。お前を殺しても、お前
歳月は一人がここで死ねる。お前は俺の目のお前のやり方は信じる。俺は それがお前の力か、モード。白鋭竜、これが光と闇の相続性、スティングオークといっても、この時代から見お前そう。お前がどんな力を持っていようが、もう二度とルーシーには近づけさせない。発明流の真相、テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。迎撃に備えてエクリプスキャノン。姫の意志。ドラゴンの進軍状況は？西方、東方の観測所、いまだ敵兵なし。住民の避難の方は？兵士たちが順次誘導しています。願わくば一撃で全滅させたい。これだけの魔力再装、すごいところに出くわしちゃったわ。扉が開くとこみたい。隠れてる必要はない。ウィレたち何も悪いこと。あんたと大臣が一緒にいるってことは、フェアリーテール、この度は申し訳ありませんでした。お姫様だ、シャルル。それと大魔党演舞優勝。皆さんやったんです。さすがだな。なんで扉を開いてるの？まだドラゴンは来て。ドラゴンのことを？ええ、彼女らも事情は知っています。殺された、もう一人の。その男は言ってた、私が扉を開くのを邪魔したせい。だから君を殺そうと。邪魔をするのですか？そんなことしません。だけどどうしてドラゴンは？単純なことです。攻撃までに時間がかかるからです。ドラゴンがあら、本当にドラゴンを倒せるんです。確実とは言えませんが、最悪の。というわけで大魔党演舞の余韻に浸る暇もなく大変と。さっき一万のドラゴンで、今城では大規模なエクリプス計画。しかし相手は大軍ゆえ必ず死。魔導士ギルドの皆さん、どうかこの通りです。おう、当然だ。
任せとけ。私たちの仲間が無事です。さっき姫と合流したとの報告が。よし、もうドラゴン、俺たちの出番手は。頑張れスティンガー君。フラーム、全てのギルドの意志。いや、みんなただお前との共闘も懐く。足引っ張るなよ。ウェンディは無事なの？おそらく大丈夫ですよ。戦じゃの。ああ、やってやろう。ありがとう、ありがとう。カモ、見ろ、勝利の扉が開くぞ。すごい魔力だね、ヒゲが。確かに、これなら。これほどの魔力が一箇所に。これで未来は救われるんですよね。うん、未来から来たルーシーさんも浮かばれますね。ルーシーさん？ダメ、扉を開けちゃダメ。今すぐに扉を閉めなきゃ。扉を閉めて、今すぐ。その扉を開けちゃダメ。ルーシーさん、どうしたの急に。何を言って。お願い、扉を閉めて。なりません。これは大群のドラゴンに対抗できる唯一の兵器。今扉を閉じたらエクリプスキャノンは撃てない。エクリプスキャノンなんてない。あれは扉、時間をつなぐ扉なの。その蓄積された魔力を放出するのがエクリプスキャノンです。それは違う、あれは兵器なんかじゃない。その辺にしておけ。この国の姫君にあらせられるぞ。あの扉は400年前とつながって。何？すごい地響きだ。そんな、嘘だろ。扉からドラゴンが。これほどなのか。嘘だ、こんなの勝てるわけねえ。もう一頭出てきた。どうなってやがる。まだ出てくるぞ。扉はどうやって閉めるの？早く。そこの台座でこのトリガーを引くのね。精霊魔導士の力で。1万のドラゴンはエクリプスから。また一頭現れたぞ。ルーシーさん、扉はまだ閉まらないで。次から次へと。なんで扉が閉まる。私の選択のミスで。私はそんなの嫌。もう一人の私の分まで生きるんだ。だから私は。この地響き。夏、しっかりして。行かなきゃ。約束した。未来を守る。私の相手に務まるかしら。力のぶつけ合いってことでいいのよね。
ゃ足りないわよ。同士の力が足りない。私がいます。よきのルーシー様、王道十二門の鍵を出してください。精霊でルーシー様。わかった。鍵が金色の光に。王道十二門の精霊たちよ、悪しき者を封じる力を貸して開け十二門の扉。ゾディアック、すごい、全部の精霊が。お願い、どうした。やった。喜ぶのはまだ早い。七頭です。やってくれたな、ルーシー、ユキノ。ナツはどうしたの？正直、一万はせ…何の話？あの方は、私に…奴が姫を騙した未来人。あんた、まさか…よく聞け。今より人の時代は終わりを告げる。これより始まる手始めに、この町にいる魔導士ども皆殺しにしてこい。ドラゴンがあいつの言う…さっき制御とか言ってたが、まさか…ドラゴンを支配する秘術。あいつの目的は何なの？こんなことに何のメリット。ここはお前に任せるぞ、ジルコニス。あいつはドラゴンの墓であった。我が名はアトラス・フレイム。貴様に夏ドラグ街を見る。お前の目的は何なんだ。7年後世界はドラゴンによって支配する。だがそれはエクリプスからやった。支配者の名はアクノロギア。戦える魔導士もギルドも存在しない。恐怖を。俺はドラゴンを操る秘術を編み出したが、アクノロギアには効かなかった。もはやアクノロギアを倒す。そのためにドラゴンを呼んだのか。それだけではない。アクノロギアを倒せばお前支配する側に回るんだ。お前は本当に運が悪い。聞こえるか、メス流魔法ならドラゴンを倒せる。今日この日のために俺たちの魔法があるんだ。今戦うためにドラゴンスレイヤーがいるんだ。エクリプスを通じて二人の未来人がやってきた。一人は私、もう一人はローグ。話はとにかく複雑で、この時は世界の危機に直面してたから何が起きているのか考えてる余裕がなかった。未来の私は現れたドラゴンによって世界が滅ぼされたって言ってた。戦いで仲間を失い、無我夢中でエクリプスを起動させこの時代へやってくる。これが一つ目の未来。世界は
1万のドラゴンに滅ぼされてしまった。そして2つ目の未来、これは未来から来たローグがいた世界。ここでもエクリプスは開かれる。でもその世界の私がすぐに閉じたことでドラゴンの出現は免れたみたい。でもその7年後アクノロギアが現れ世界を支配することになる。そこでローグは1万のドラゴンを操ればアクノロギアに勝てるんじゃないかと思ってこの時代へやってきた。ローグの計画通りにはならなかったけど7匹のドラゴンが出てきてこの世界は大混乱に陥った。行くぞ！ドラ！無駄なこと。人間はど、みんなを守れるなら人間じゃなくていい。マザー・クレア。スレイヤーはそれぞれドラゴンを、他のメンバー、ローグ、他のドラゴンへ回れ。ドラゴンスレイヤーの意味、ナツタンの声が俺に勇気をくれた。戦う勇気じゃない。スティングか。クロム様、感情のないセーバートゥースは終わったんだ。俺たちは、はい、クリマを作る？